青コーナーより鈴木悟入場。赤コーナーより梅野隆明入場。爆発力は不変なのか。そして何より梅野は今もあの通して燃え上がっているのか。答えは出ます。倒すか倒されるか、世界の切符を手にするのは。第8試合エキスパートクラス特別ルール62キロ契約3分5ラウンドを行います。青コーナー、元ボクシング日本ミドル級王者、ユニット計183センチ、 69.7キロ、鈴木悟。ボクシングからこのシュートボクシングでも世界を目指す。カメラに向かってウィンクは鈴木悟。青コーナー、シュートボクシング日本スーパーウェルター級王者、シーザージム、173センチ、70キロ、梅野隆明。させるかと梅野隆明。もちろんシュートボクシングの王者です。さあハードパンチャー同士の戦いになりました。尾形選手、はい、この戦いをですね、裏メインイベントだななんていう声も聞こえてきましたよね。はい、そうですね、まあ、鈴木選手もボクシングの日本チャンピオンということで、本当にパンチのどつき合いになるんじゃないかなと思って、期待してます。そして梅野といえばやはりあの剛腕パンチ、はい、防衛戦などはもう本当に見ている方が心配になるぐらいでしたよね。そうですね、まあ、本当にディフェンスを本当に学んでほしいと思いますよね。はい、それはやっぱりこれから強い男たちと世界で戦う上で切実な願いでしょうね。そうですね。その打ち合い上等のスタイルから梅野、さらにどう進化しているのかというリングです。青いグローブのロングスパッツ着用の鈴木に対しては右のローキック、赤いグローブ、髪の毛を銀色に染め上げているのは梅野です。さらに左インロー、今これは相手を中心に回る梅野ですけれども、これは尾形選手どうですか、プラン通りなんですか。そうですね、まあ、若干ちょっと硬いのと、まあ、ガードがまだまだやっぱ梅野はやったガードが、はい、でも今できてないんですよね。はあ、この段階で、はい、例えばどういうことなんでしょう。こう今みたいに手を伸ばしてですね、はい、ガードするような練習は変えようとして今いろいろやってるんですけど、はい、まあ、全てがこう中途半端になってですね。はあ、はあ、で鈴木選手はやっぱりこう本当ボクシングの日本チャンピオンだけあって相手の穴というかですね、はい、ガードがないところをもうよく見てるんですよね。ガードをしっかりしながら、はい、自分はガードしながら、はい、的確に当ててきてるので、あ、今そうですね、はい、梅野は左の腕を伸ばして突き放してから何と言いますか、こう弓を引いてですね、はい、左手をこう押してるのはいいんですけど、右手が下がってるんですよ、はい、右手もやっぱり右の顎の位置、パンチをもらわないように、はい、置いてないといけないんですけど、ロキックを交えてきます。この蹴り自体どうでしょう。いや、このローキックはやっぱりまず足を止めるというかですね、気にさせるためにいいと有効だと思います、はい、状態を激しく揺らします。はい、梅野もちょっと今自分かこ攻撃が当たらないので、ちょっと今焦ってるんですよね。はあ、そうですか、はい、もっと落ち着いて、ま、蹴りですね、ま、ミドルキックもありますしローキックもありますし、はい、すごい強い蹴りを梅野持ってますから、そうすれば、ま、もっと楽に戦えるし楽にパンチが当たるようになると思うんですけど、そういう練習を積んできたんですが、やっぱりこう試合になると硬くなってですね、そうですね、非常にフィジカル面では恵まれていますよね。右のパンチ、これが元来の梅野の最大の武器。あー、ガード元、そして鈴木のもう左の目の下がだいぶ腫れ上がっていますね。どっか梅野の中で、まあ、こういうパターンでやっぱり勝ってきていることが多いので、はい、投げシュートポイントです。
尾形選手お話の最中でしたが、はい、一つやられましたね梅野は。まあ、今あの鈴木選手見事な投げでしたね。実はその柔道の、経験者なんですよね、はい、2段の腕前です。そしてもうシュートボクシングの戦いに完全にフィットしている、得得しているのがこの鈴木。あ、目の下はやっぱり気になりますけども、ドクターチェックも入ります。さあ尾形選手、さまざまな動きがありましたね、はい、今もこの鈴木選手、あの右がやっぱりこう梅野が左手を伸ばした時に右手下がるんですけど、そこからやっぱ左フックボディとですね、こう穴をついてきてますから、あとこの投げですよね、はい、第1ラウンドにまずシュートポイント1を奪いました鈴木。そしてこちら、あ、これ今激を飛ばされてというところでしょう。梅野美酒を思い出せというところはもちろんあるでしょうね、はい、さあ送り出されます。赤コーナーからの梅野、青コーナーからの鈴木、パンチの打ち合いという、一概にその点だけでは話は進められませんね、本当に、はい、要素は様々です。この今の左手のこのこれですね、右手がもう完全に下がってるんで、はい、これをやっぱり修正をしてきたんですけども、確かにパンチは強力ですよね。まあ、狙っているのはこうやって、まあ、こういうガードから相手が打ってきたところに合わせようとはしてるんですけど、はい、あ、まあ、もうボクシングはやっぱり日本チャンピオンですから、鈴木選手ぐらいなんですけど見てるんです。逆に投げ、はい、どうぞ、はい、やっぱりこうそこに乗ってこないんですよ、自分が梅野が、待ってるパターンにはやっぱり、はい、鈴木選手は手を出してこないので、出血もありますね、梅野の目の周りか。そして鈴木は変わらずあの顎の周りにですね、はい、グローブをつけるようにしてがっちりのガード、青いグローブです。右アッパーもブロックしています。鈴木のあの顔面の負傷のダメージはどう捉えてますか。そうですね、まあ、ちょっと腫れてはいますけど、はい、そんなに気にする必要はないんじゃないでしょうか。そうですね、はい、これ以上腫れるようですと、まあ、視界が、はい、あ、右のパンチ、まあ、ちょっと梅野効きましたね。梅野が効いた、はい、さらに左の潜ってのボディにアッパー、テンプルもらって今ちょっと足きましたね、ぐらついています。シュートボクシングのチャンピオン、赤いグローブの梅野、元ボクシングの日本王者鈴木、左で追いかけてくる。あ、このジャブもあまり食らいたくないですね。やっぱりあの効いてきますからね、一撃の打ち合い、そしてフロントチョークかさせない、どうだ、腕の関節アームロック、アームバーか、できません、ブレイクになります。なんとしてもあの大技で大きなパンチで一撃という気持ちも分かるんですけれどもね、はい、まあ、もう一般のお客さんからすると、はい、まあ、こう今みたいな大振りみたいな打ち合い面白いと思うんですけど、はい、まさに梅野を勝ち進んでいくにはやっぱガードとそのやっぱ小さいパンチを打つことがもう急務なので、鈴木の投げやや汗で滑るか。そうですね、日本だけが視界に入っているわけではないですからね、これから、はい、とにかくエスカップの前哨戦、今大会梅野も勝利して、もう鈴木も当然ですけれどもエスカップへの道を切り開かなければいけません。これはローブローになっています。タイムストップ、膝、ともに膝でした。4月のボーイソウドム戦、顎の骨折がありました。再開いたします。その現状も気になる中での梅野、新エースと言われています。でパンチにはこだわらないというコメントもあったんですが、梅野なかなかコンパクトな一打を放つことができません。さあここまでの戦いですね、尾形選手、はい、どうですか、リプレイをご覧になりながら。すみません、まあ、投げと、まあ、この右 の, あのフック気味のストレートですよね、まあ、今やっぱり攻撃でいうと鈴木選手の左がほとんど被弾しているの で,、はい、ですね、やっぱりそのやってきた、
練習を思い出して試合に出してほしいですよね、はい、そうですね、もうそれができればということですよね、はい、やっぱりあとは蹴りですね、もう蹴りを忘れてるので、はい、1ラウンド開始直後、そしてここは蹴りが出ています、右のローキックから入っています、共にまぶたを晴らしています、左ボディフック、青いグローブは鈴木、さらにジャブからストレートとつなげてきます、梅野が何とかしたいのも分かる、ここはどうだ、投げに行くのか、後方からスリーパーか、いやバックドロップの体勢なのか、腰に乗せて投げるか梅野というところだったんですが崩れています、2人とも投げようとします、でもこの試合シュートポイント最初に奪っているのは鈴木の方です、あ今のインローなどいいですね、はい、インローもたくさん練習してきたので左とインローと前蹴りも強いので、本当に今一発も出てないと思うんですね、このような場面、そうですね、距離が近くなりますけれども、その前に蹴りのバリエーション集めていきますが、インローにとどまります、やはりこの段階まで来てプラン通りは梅のサイド行っていないということですか、そうですね、まあ、本当にでき全くできてないと思いますね、全く、逆に鈴木、いやこちらは本当に先ほど渡選手ありましたけれども左のジャブからまずいいですね、はい、いかんなくそのパンチ力を発揮する、フロントチョークは押し込むようにしました、鈴木タイムストップ、さあこれは大型選手、どうやら赤コーナー梅のドクターチェックのようですね、そうですね、目尻がやっぱり切れてるので、はい、一度は止血したんですけれども、はい、そこからまたドクターチェックを行っておりますので血が吹き出たようです、続行できますね、大丈夫です、視界もあるようです、再開いたします、さあ気持ちを切らしたくない、今も左ジャブからパンチにローキック、鈴木つながりがあるんですね、鈴木悟、そうですね、本当によく見て攻撃をしてますよね、選手どうでしょう、スピードというよりもやはりその当てどころですとか重さですとか、やっぱ的確ですよね、当たる瞬間のやっぱインパクトが強いんだと思いますね、はい、あでも右ローキック尾形選手、はい、だいぶ体が流れますね、鈴木、そうですね、まあ、今梅野はすごくいいローキックだと思いますね、バックドロップ、いやほとんどジャーマンスープレックスという体勢でしょうか、シュートポイントです、いやローキックでいい局面を作り出せたかなと思ったんですが、鈴木のこの場面での逆転、うわー膝はどうだ、大畑選手今どう見ましたか、ちょっと低かったんじゃないかなと思うんですかね、ローブローですかね、いやこれは苦しい、梅野の左膝ローブロー、なるほど、残り22秒という第3ラウンドです、でももちろん鈴木にその他のダメージがあるのも事実ですよね、そうですね、続行です、再開いたします、ともに非常にハードパンチャーですがタフファイターでもあります、これ気持ちも強いですよね、ここまでのところ、はい、見ていても鈴木はどうですか、そのローキック被弾というのはありますけれども、これでいいんですか、右梅野のパンチに対して小さくフック、ゴングがもうほとんど聞こえませんね、聞こえないぐらいちょっと今、会場の盛り上がりで聞こえなかったですね、そうですね、梅野への鈴木への S カップへの期待ひしひしと伝わってきます、リプレイをご覧になりながらこのローキックですね、改めて、すみません、まあ、後半に来てここ有効になってきて、今言うのすごくいいローキックでしたね、やっぱ体が、はい、ちょっと梅のパンチと一緒であのローキックも大振りになってしまってですね、はい、そしてこの投げ寿司はもうしてやったりというところでしょう、
攻め込まれるかなと思ったところですけどね。またもうシュートボクサーです。完全にシュートボクサー上位です。鈴木どう崩すか、シュートボクシングのチャンピオン梅野。あ、やはりローキック手応え自体はあるようですね。そうですね、まあ、蹴りをちょっとやっぱり有効に活用してほしいですよね。ここからそうですね、さらにですよね。ドラン、パンチが当たってダウンになった。鈴木踏みとどまれるかなとも思ったんですけれども、ハイキックですね、今ハイキック、はい、そうですね。いや至近距離でした。さらに右フック、鈴木も全く逃げません。応戦します。膝はどうだ、バックしてかわす。でももうこの剛腕しかないのか梅野。この攻撃尾形選手どうなんですか。これは、まあ、ちょっと大きいですね。もっとコンパクトに打ってほしいですね。この場面チャンスだからこそということですが、はい、いやでも場内もざわついています。ハイキックによってダウンを奪った梅の赤いグローブがブルンブルンと音を立てる。さらにもう一発、シュートポイントは2つ食らっていますけれども、ダウンでほとんどポイント上はタイと言えますよね、はい、そしてその流れのまま倒してしまおうという梅野です。でも鈴木も逆襲、この左はうまいですね。いいですね鈴木選手、自分の距離になってきます、はい、そして梅野も今ぐらつきましたね。いいのもらいましたね。今ガードがなってないですよね。なってない。投げはもう一度、これがシュートポイントです。この試合3つ目のシュートポイントです。だいぶ苦しくなったか、おっと大型選手、これあの今投げた瞬間にですね、はい、自分で肘が絡まってついたところにですね体重が乗って、はい、脱臼したんですよね。あうわ、あそうですね、肘がうわ、これはものすごい位置で膨れ上がっています。梅野高明選手の TKO 勝ちでございます。梅野の TKO 勝利、まさにアクシデント絡みではありますけれども、梅野がなんとか勝利を収めたという終幕になっています。いやどうですかこれは。そうですね、まあもう本当に、まあ、一からやり直しというかですね、はい、まずこれうわーそうですね、逆の位置に曲がっていますね。勝ちました梅野選手には勝利者賞として浅草中にて人形の高さ、あれは防御しようがなかったですか。そうですね、ちょっと今、まあ、結果梅野の KO が人形勝ちになりましたけども、はい、内容で言ったらもう鈴木選手完全に取ってたと思うので、まあ梅野は本当に課題の残る試合だったと正直思いますね。はい、まず S カップへの道、鈴木はこの最後の1秒まで立派でした。はい、でもう完全にシュートボクサーなんだというところを見せつけて、そうですね、梅野も後半まあ、少しずつ良くなってはきましたけど、はい、まあ練習してきたことができないということは、やっぱ意識と真剣さがまだ足りないと思うので、そこはやっぱ自分で本当に納得がいく反省をして、はい、変わってくれることを期待したいと思います。なるほどね、いや想像だにしなかった、できなかった結末で梅野貴明なんとか勝利。まず、はい、実際試合、まあ、最後悔しい形だったと思うんですが、はい、そうですね、勝てるともう試合中も確信してましたし、うん、なんか梅野選手もね、蹴りありパンチあり投げありのシュートボクシング、やっぱコメント通りのことやってきてたんで、なんかその中でああいう試合ができて、あいけるって思ってた矢先の、まあ、脱臼っていうね落とし穴で、はい、勝ちを逃しちゃったのはすごい悔しいんで、でもまあ僕も会見でも言ったんですけど、バチバチの打ち合いは
本当にできたんで、その辺はもう本当に気持ちよくて、ね、自分のミスで卓球して負けちゃいましたけど、本当に梅野選手にも、はい、称えられましたし、はい、まあ、今日でも一番いい試合したのは僕なんじゃないかなって実際思ってるんですけどね、負けましたけど、はい、そう、シュートボクサー相手に投げた気分はどうだったんですか？そうですね、まあ、初めてシュートボクシング出た時に宍戸選手に、まあ、投げたりバックドロップしたりもやってるんで、その辺はその辺でまた面白いかなって思ってるんですけどね。いやもうこの怪我次第なんですけど、怪我の様子見ながら出れる試合があればね、もうどんどんシュートボクシングもそうですし他の団体でも出ていきたいと思ってます。今年こそは念願の S の頂点、エスカップ制覇へ。ああ、ね、じゃあ、またお疲れ様だと言うんですけど、やめなしが聞く年ではないんだけど。はい、すいません。ただ、すいません。ありがとうございます。今のすいませんという言葉が。はい、もうそれだけですね、本当に。何をやってきたんだろうなと思いますし、全然体動かなかったですね、はい、4月からまあ欠場して、はい、試合後ですね、はい、そこからまあ練習はいつぐらいから？6月ぐらいからやったんですけど、うん、もう一つなんか、練習では動けたつもりだったんですけどダメでしたね、はい、なんで投げられたのか自分でも分からないですね。これじゃエスカップ勝てないですよね、はい、出ても本当になんかシュートボクサーとして恥をさらしてしまいそうなんで、まあ座足痛くならば本当に新潜りでもう一回練習やり直して、休んでた 間に結構いい感じで掴めた練習内容もあったので、そこはもっと活かして、ダメだった部分は反省して、また一からやり直して、しっかりエスカップに向けて作り上げていきたいですね。まあ、本当に、まあ、この言い訳になるかもしれないですけど、今回エスカップっていうのがもう目の前にあるのに、ここで負けたらもうどうしようって、すごい正直、毎日不安で、そういったプレッシャーがどうか体を重たくしたのかもしれないですけど、やっぱりもう終わったんで、復帰へで、やっぱり僕の夢のエスカップに出るわけですから、しっかり体を作ってやっていきたいですね。ありがとうございました。さあ、全試合が終了しました。維新その4です。